対応が早いね。ずっと監視してたのか。いいえ、信号をキャッチしたんです。信号？ AZX には起爆信号を無力化できる機能があるの。数十、数百、数千個の起爆信号パターンに全部対応できるんだよ。逆方向の追跡もできちゃう。列車が爆発するなんて二度と会っちゃいけないことだから。用意周到だな。あなた、エキゾチック部隊のクローでしょ。どうしてこんな真似を。銃を向けられながら質問されたら何でも答えなきゃいけないのかな。答えてください。断る。じゃあ質問を変えるよ。 AFX って列車を知ってる？知ってる。それだけ？何が聞きたいんだ。AFX を爆破させたのはあなた？ああ。ミゼル！あなたですか？あなたが私たちを、私の弟を。そうか、お前たちが。悪趣味だな、エリシオン。何ですって？列車テロで死んだ人間を列車を管理する2件にするなんて、悪趣味以外の何者でもないだろ。お前らは呪縛に囚われてるんだ。人間だった時の強烈な感情を利用した呪縛に、過去の記憶を担保としてお前らを捕らえ抜け出せないようにしたんだ。最後に言いたいことはそれだけですか？私を殺すのか？はい。なぜ？復讐です。そうか、リミットが解除されてないから私を撃つことはできないはずだ。動くな！あそこが良さそうだな。あの黄色い部品が見えるか？下の接合部を撃て。破裂して勢いよく破片が飛び散るだろう。そしてその破片が私の頭部に刺さるはず。あなた、私をからかってるんですか？アドバイスしてるんだ。撃て。そうすればリミット解除なしで私を殺せるぞ。私が撃てないとでも？毎日何度も何度も思い出すんです。お姉ちゃんと呼んでくれたあの顔を、あの声を。あなたがいなければ、あなたがあんなことさえしなければ、私の弟は。撃て。抵抗はしない。ええ、ご心配なく撃ちますから。おやおや、誰かを撃つのは初めてかな。コツを教えてやろう。強くイメージするんだ。人を撃つわけじゃない、横にあるものを撃つだけだってな。それだけを考える。横のものを撃てば怪我をさせてしまうかもしれない。最悪の場合殺してしまうかもしれない。そんなことは考える。お前の頭の中に妊婦を制御するというイメージを持って、そうすれば撃てる。ありがとうございます。おかげでイメージが固まりました。地獄に落ちてください。ソリ、ブリットが通報したよ。撃つのはやめておこう。どうして？撃っちゃいけないと思う。どうしてかはわからないけど、ダメだと思う。やめよ、ね？ソリ、私、わかったんです。何を？列車テロで、すべて失った人々を逃げとして蘇らせて、列車を管理させたのは、今、この瞬間のためだったと。
私がインフィニティレールのニケになったのは今この瞬間のためだったんです。だから止めないでください。ソリ、私には弟の、あの日死んだ全ての人々の復讐をする資格がある。違うよ。私にはよくわからないけど、人間だった頃の理想に基づいてニケの能力は決まるんでしょ。それならディーゼルは復讐するためにニケになったんじゃないよ。だってそんな能力ないじゃない。ブリットが運転して、ディーゼルが管理して、私が乗客をサポートして、私たちに与えられたのはそういう能力でしょ。 AZX をちゃんと運用して乗客を目的地まで快適に安全に連れて行くのが私たちの得意なことだよ。私たちが池になる時に手に入れたかった能力ってそういうのじゃないの。復讐する能力じゃなくて、撃つのはやめよ、ディーゼルね。よくわかんないけど、撃ったら戻れなくなると思う。 AZX を見るたびに人を撃ったことばっかり思い出しちゃうよ。ソリ、撃たないのか。じゃあここで失礼するよ。お前らは。うるさい。何も言わずに出てきて、そして二度と AZX には乗らないで。そうしよう。ソリ、私も撃ちたかったよ。でも怖くてできなかった。自分が撃つのも怖かったけど、ディーゼルが撃つのも怖かった。だから止めたの。もしかして私が間違ってた。ディーゼルに悪いことしちゃった。いいえ、ありがとうございます。ソリ、止めてくださってありがとうございます。邪魔が入ったみたいね。ああ、あらら、暗い顔して何かあったの。別に何も。それならいいけど。ジャッカル無事かな。そうな、あいつの動き次第だろう。ひどいね。ジャッカルに死ぬ気で戦えって命令したくせに、あいつの動き次第って。私の言葉に忠実に従っていれば死んだはずだし、そうじゃなきゃ生きてるはずだ。ジャッカルが命令を破ったと思う？いや。じゃあ死んでるね。そうかもしれないな。お別れの挨拶でもしておけばよかった。残念。私と一緒にベッドしてみませんか。ブラント・ノワールのショータイムです。天地万物を斬るとはこういうことです。みんな一緒に突撃。
ブランのショータイムです。もうすぐです。喜びすぎましたね。では早速一杯やりに行くとするかね。